水浦はアメリカ合衆国モンタナ州、水浦郡に位置する都市である。水浦郡の郡庁所在地である。2006年の統計によると総人口64,081人であり、モンタナ州の中で2番目に大きな都市である。水浦には水浦国際空港があり、モンタナ州のメディアが集中している。ローカル新聞はミズリアン及びミズラインディペンデントである。 クンマニーによる中小企業を起業するのに適した場所のランキング10位に選ばれている。モンタナ州の中で水浦は政治的にリベラルな都市として知られている。水浦にはモンタナ大学があり、米国議会に選出された最初の女性であるジャネットランキングの出身地である。モンタナ州の州下ビタールートは水浦周辺にしか生息していない。水浦は 北緯46度51分45秒、西経114度0分42秒に位置している。標高は978メートルである。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積61.9平方キロメートルである。このうち61.6平方キロメートルが陸地であり、0.3平方キロメートルが水地である。 水浦市は山脈に囲まれた深い谷の西部に位置する。氷河期末期に存在していた水浦湖によって現在の地形が形成された。水浦は欠片の気候区分におけるステップ気候である。春と夏は短く、夏は湿度が低く気温が上がり、冬には雪が降る。平均降雪量は109センチメートル。夏の最高気温は摂氏28.9度。 ただし、4月から10月までは乾燥しているため、昼と夜の温度差が大きい。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口57,053人、24,141世帯、及び12,336家族が暮らしている。人口密度は925.6平方キロメートルである。409.2 平方キロメートルの平均的な密度に25,225 25件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人93.57%、アフリカンアメリカン0.36%、ネイティブアメリカン2.35%、アジア1.23%、太平洋諸島系0.10%、その他の人種0.51%、および、 根結1.87%である。この人口の1.76%はヒスパニック、またはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している世帯が24.6%、夫婦のみの世帯が37.9%、未婚女性の世帯が10.0%であり、48.9%は家族を持たない。 個人名義の世帯主が33.6%、そのうち65歳以上が8.9%である。世帯ごとの平均人数は2.23人、家族ごとの平均人数は2.88人である。18歳未満の未成年が19.7%、18歳以上24歳以下が20.7%、25歳以上44歳以下が29.4%、 45歳以上64歳以下が19.8%、65歳以上が10.4%、平均年齢は30歳である。女性100人に対して男性は98.8人で、ある。18歳以上の女性100人に対して男性は97.1人で、ある。この年の世帯ごとの平均的な収入は3366。 US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 42,103US ドルである。男性は 36,686US ドルに対して、女性は 21,559US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 17,166US ドルである。人口の19.7%及び、家族の11.7%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の20.5%及び65歳以上の9.3%は貧困線以下の生活を送っている。25歳以上の38%が学士号及び学位を取得している。水浦にはインディアンのサリット族が住んでいた。水浦という地名はサリット語のクラークフォーク川を意味するニューメリットが語源と考えられている。しかし、 これは通説であり、単語を直訳すると、冷たい水、または、水が凍りつく場所である。この名前は、氷河期末期に存在していた、水浦港を見たサリット族が名付けたと考えられている。1805年、ルイスクラーク体験隊は、水浦渓谷を越えて、インディアンと出会った。1860年代まで、定住した入植者はいなかったが、水浦渓谷の東にある、 ブラックフット側のヘルゲート村に c p ヒギンズとフランシス・ワーデンが公益所を開き、ミズーラ・ミルズと呼ばれる製材所や製粉所が作られた。1862年11月25日、ヘルゲート村に郵便局が設立され、ワーデンが郵便局長を務めた。1866年5月14日、ヘルゲートからミズーラに改名された。 わらわらとフォートベントンをつなぐムーランロードが完成したことや1877年の米軍水浦基地の設立1883年のノーザンパシフィック鉄道の接続により急速な成長を遂げた1880年代初頭には A.B. ハモンド、E.L. ボナー、R.A.L. による水浦マーカンタイル社が設立されビタールート渓谷の農産物や穀物が取引された 水浦裁判所また、1895年9月には、モンタナ大学が開校され、1908年には、アメリカ合衆国農務省林野局の地域本部が、設立、され、1956年には、パルプ工場が建造された。1970年代までは、林業と生死が、主力産業であったが、1990年代初頭には、林業が衰退し、釣り、狩猟、 スキーキャンプなどの観光へと移行した。水浦の失業率はモンタナ州の中で最も低く6.5%である。過去の主要産業は観光である。ショッピング区域はダウンタウン水浦とサウスゲートモールである。水浦の公共交通網にはマウンテンラインがある。マウンテンラインは12の路線バスを運営している。 モントナ大学の学生は4つのバス路線を利用する。自転車や歩行者の専用道路が整備されており、遊興や通勤に利用されている。単独で運転しないことを推奨する報酬型プログラムが運営されており、通勤のために、ララバリ協会による番のアイノリや他の交通機関が提供されている。また、グレーハウンドラインズやリムロックトレールウェイズにより、 都市間バスが提供されている。水浦国際空港は、モンタナ州西部にある重要な空港の一つである。デルタ航空、ホライゾン航空、ノースウェスト航空、ユナイテッドエキスプレス、アディジアントエアー水浦には、旅客鉄道が存在しない。しかし、1979年までアムトラックが運営していた、ノースコースと早ワさを復元しようという取り組みがある。 高速道路 US、US Gazetteer Files, 2010, 2000&1990,United States Census Bureau,http コロンスラッシュスラッシュ www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www.census.gov、e、スラッシュガゼット .html2011 年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダー。 u ツセンサスビューロー、http コロン Bureau,http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。